ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今回はココロの大阪グルメ情報っていうとなんか情報番組っぽいんですけど、私が普段通ってるお店とか思い出深いお店を私の独断と偏見で勝手に紹介しちゃおうという企画です。私食にはめっちゃこだわりがあるので、今回紹介するお店は間違いないですよ。皆さんメモのご用意を。まずは今日はちょっと飲みたいなっていう時に行くお店、お好み焼き宮尾さんです。場所は北新地にあります。北新地知ってますか？夜はなかなか華やかな場所なんですが、小さいながらも名店がたくさんあるエリアなんですよ。お高いお店もたくさんあるんですが、宮尾さんはお手頃な価格で食べられるのでおすすめです。何でも美味しいんですが、中でも私のおすすめは筋ネギ焼きです。こちら見てください、ネギたっぷり生地ばっかりやんっていうネギ焼きが多い中、この緑の面積も最高です。さらに最高なのが筋ですよね。筋わかりますか？牛筋、おでんの具では一番好きなのが牛筋です。東京ではなかなかお目にかからないですよね。牛筋食べない東京の人は損してますよ。この筋ネギ焼きは筋の味が染み出してめちゃくちゃ美味しいんです。いつも一枚じゃ足りないんでおかわりしちゃいます。そしてビールが進む。それと忘れちゃいけないのがお店の雰囲気、こちらレトロな雰囲気がなんだか落ち着くんですよね。次は休みの日によく行くお店、場所は鶴橋にあるんですが、知ってますか？鶴橋駅のホームに降りたら焼肉の匂いがする、大阪一の焼肉スポットなんです。嘘だと思ったら一回行ってみてください。本当に焼肉の匂いするんで。そんな焼肉エリアで私が行ったお店はカナリアさんです。そこで何を食べるかというと、パフェ、やっぱりパフェなんですよ。やっぱりパフェなんですよ。なぜかって、その理由は写真を見たらわかります。じゃーん。ね、やばいでしょ。やばいやつです。大阪って感じですよね。巷のインスタ映えなんて凌駕するパワーです。このパフェの名前はスペシャルフルーツパフェ、もうパフェ界のアベノハルカスみたいな感じですよね。アイス何個あんねんって突っ込みたくなりますよね。これを食べたら2週間は甘いものが入らなくなるパンチ力、無性に甘いもの食べたくなったらぜひおすすめです。帰りに焼肉の誘惑に負けたら私は責任持てませんので、よろしくお願いします。どうでしたか、今まで紹介してきた食べ物さんたち、お店さんたちは。画像見てるだけでお腹空いてきました。この後どっか行こうかな。そして食後にはパンシロン01プラスを忘れずに、飲んで寝たら次の日も絶好調ですよ。食べ過ぎたな、飲み過ぎたなって時はおすすめです。最後はきっちり宣伝で締める、食べてるだけじゃない。ロート製薬公式 YouTuber ネバセイココロでした。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。